黒木華さんです。第15回多摩映画賞において本年度最も映画ファンの心に残った女優としてここに表彰します。本日は誠にありがとうございます。私がこの多摩映画祭で新進女優賞をいただいてから、10年経ちました。また10年の時を経てこうしてこの場に戻ってこれたことを大変嬉しく思います。本日はありがとうございました。それでは伺ってまいります。今年はですね、黒木さん、世界の菊を含めて6作品にご出演ということで、もう本当に映画で大活躍の1年でした。振り返ってみていかがでしょうか。本当にいろんな映画に参加させていただくことができて、すごく幸せな毎日を過ごしていたなと思いますね。その中でも今回この世界のお菊、世界観に見事に溶け込みまして、下越以外の若者たちとの素敵な青春映画を見せていただきました。現場の雰囲気というのはどういった感じだったんでしょうか。そうですね、監督がやっぱりまあ、関西人っていうのもあって、すごく雰囲気よくといいますか、和気あいあいとした現場でしたね。まあ、年が近い寛一郎くんとか池松さんとかもいましたし、すごく温かい雰囲気でした。楽しくもうその作品中は皆さんで話すことなんかもあったんでしょうか。あ、そうですね、うんちの出来について毎日喋ってましたね。これちゃうんちゃうかなとかもうちょっとこうした方がいいんちゃうかとか話してました。